ここからはニューヨークのスタジオから、この一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです。今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします。着陸する旅客機から炎、コックピットにも煙が充満、恐怖の深海映像です。三十五年前。 全米を震え上がらせた両親殺害事件の兄弟終身刑を言い渡された2人にやり直し裁判の可能性がはじめに今月初めにフロイダ州を襲い200人以上の犠牲者を出したハリケーンヘリンその災害復旧も進まない中9日水曜日夜カテゴリー3のハリケーンミルトンがフロイダ州タンパ周辺に上陸 数百万人ものの住民が避難の対象となりました今週初めに発生したハリケーンミルトンは一時カテゴリー5という勢力の一番強いレベルに2度発達しメキシコ湾を西からフロリダ半島に移動9日水曜日夜にフロリダ州タンパ周辺に上陸した際にはカテゴリー3に勢力を落としましたがハリケーン圏内では暴風・ 高潮、大雨が同時に襲い、竜巻も各所で発生、大きな被害を出しています沿岸地域は最大16フィートの高潮となり、一時およそ200万人の世帯が停電となりましたフロイダ州では先週も大型ハリケーンヘリーンがほぼ同じ沿岸地域に上陸しその復旧作業が続く中でのハリケーン再到来となり、住民らは厳しい状況に置かれています 10日木曜日にはミルトンはフロリダ半島を横断し大西洋上に抜けました現在は大規模な浸水洪水のあった地域からの住民の救助活動が行われていますこのハリケーンの被害で少なくとも10人の死亡が報告されていますバイデン大統領は会見で 我々は被災した州当局と緊密に連絡を取り被災者に必要なすべての物資を準備すると語り政府の全面的な援助を約束しましたフィーマ緊急事態管理局では被災者のための救援物資配布のほか被災した住民に対して取り急ぎ一律750ドルおよそ11万円の一時支給金を出すとしています ラズベガスの空港で着陸した旅客機から炎が噴き出し乗客が緊急脱出する事故が発生しました5日土曜日午後3時15分ごろ乗客乗員197人を乗せサンディエゴからラズベガスの空港に到着したフロンティア航空の旅客機が着陸時に機体から煙が出てその後発火しました They got a fire in the right engine. We have no communication with the pilot whatsoever. His radios are out. It's a very uh, hard landing and followed by a lot of shaking in the plane. We were just in shock. We're like you don't you see this on movies and shows, but you don't expect it to happen to you. 飛行中コックピットに煙が充満しパイロットは管制塔に緊急事態を通報地上では消防が待機していたということです乗客の一人は着陸の瞬間吹き出す炎を座席から撮影待機していた消防隊が一斉に消火活動にあたり炎は間もなく消し止められましたけが人はありませんでした事故原因は調査中ですが 機体の火災は着陸の際にタイヤが破裂し滑走路との摩擦で発火したとみられていますアメリカで大きな社会問題となっているゴーストガンいわゆる自作の拳銃の規制をめぐり連邦最高裁での審議が行われています 若年層などを中心に流通するゴーストガンへの規制強化について過半数の判事が規制に肯定的な判断を下すとみられています連邦最高裁で8日火曜日ゴーストガンへの規制をめぐり口頭弁論が始まり双方の意見が述べられましたゴーストガンはインターネットなどで部品やキットが販売され シリアル番号などがなく事実上追跡が不可能な銃です警察当局が回収したとされるゴーストガンの数は2017年から2021年にかけて1000%以上増加しました2022年バイデン政権が発令した大統領令にはゴーストガン製造会社に対して商品にシリアル番号を付けさせ 購入者が21歳以上であることなどの身元調査を行うよう義務づけていますしかし銃の部品メーカーや銃の権利団体は規制に異議を唱えていて メーカーでは抜け道として自作用の製造キットや部品にはシリアル番号を入れずに販売を行っています。の部品キットを販売するメーカーカは、 今回最高裁ではこの部品やキットについても重機として定義付けをするかどうかが審議されていますゴーストガンの蔓延は都市部などで深刻化しており規制は急務と叫ばれています次のニュースですビバリーヒルズの富豪一家で二人の息子が両親を殺害冷酷無常の殺人事件は全米を震撼させ 二人には仮釈放なしの終身刑が言い渡されました。それから三十五年。当時、弁護側の争点であった父親による性的虐待の有無について。新たな証拠が浮上したとして、やり直し裁判の可能性が出てきました。犯行を行ったとされる、当時十八歳と二十一歳の兄弟。We have a moral and an 服役中のライルとエリック・メネンデス兄弟は1989年に至近距離からショットガン16発を撃ち両親を無残に殺害したとして仮釈放なしの終身刑を言い渡されていました。今回、当時の裁判で争点となった父親による兄弟への性的虐待について新たな証拠が提出され検察側が検討。 再審理の可能性が出ています当初2人は侵入者による犯罪に見せかけますが警察は兄弟を逮捕2人は殺害を認めますが父親の性的虐待に対する正当防衛だと主張しかし裁判で売信団は兄弟による金目当ての殺人とし有罪としました 当時、裁判はテレビで放送されまた、今年に入ってネットフリックス制作のドキュメンタリードラマが配信され話題が再燃しています父親はレコード会社の重役で一家はビバリーヒルズの豪邸に住み絵に描いたような家族の裏側で 兄弟は弾圧的な父親に性的虐待を受け、秘密を漏らせば殺されると確信していたということです。Would, uh, 今回、新たに証拠として提出されたのは、事件の数ヶ月前にエリック受刑者がいとこに出した手紙で、それには父親を避けている、まだ続いているんだ。毎晩、 部屋に入ってくるかもしれないと思うと眠れないと記されていますまた当時少年アイドル歌手をしていた別の男性がプロデューサーだった2人の父親に性的虐待を受けたと主張しています弁護側は性的虐待についての知識や社会的な見解も変わり現代の裁判なら判決内容も大きく変わっていただろうとしています フ,フーー35 years later、yes, 2二人の弁護を務めるマーク・ゲラコス弁護士は、ポップスターうマイケル・ジャクソンさんが少年に対する性的虐待の罪に問われた裁判でも、無罪を勝ち取るなどしたハリウッドセレブの御用達弁護士です。 検察は二人が殺人を犯したことは間違いないとしながらも新たな証拠提出で最新の是非を判断するため11月29日にヒアリングを行うとしています。次です有名ジャーナリストによるトランプ前大統領に関する本の出版が発表されその中に現職大統領時代トランプ氏がロシアのプーチン大統領に 新型コロナの感染検査機をを送ったことが暴露され物議を醸しています2020年新型コロナのパンデミックが猛威を振るい一般市民に十分な感染検査が実施できない状態の中当時のトランプ大統領がロシアのプーチン大統領に新型コロナ感染検査機を秘密裏に送ったと近々出版予定の本に書かれています。 著者のボブ・ウッドワード氏は本の中で、プーチン大統領は秘密にすると約束し、トランプ氏に誰にも言わない方がいい、怒りを向けられるのは私よりもあなただろうからと語ったと書いています。大統領選挙でトランプ氏と対戦するハリス副大統領は、この本の内容についてラジオ番組でトランプ氏の行為を非難しました。 these kits the tests the, the covid test kits you couldn't get them couldn't get them right. couldn't get them anywhere right and this guy who is president of the united states is sending them to russia to a murderous dictator for his personal use this person who wants to be president again who secretly is helping out an adversary when the american people are dying by the hundreds every day and in need of relief トランンププ氏は今でもプーチン大統領との親密な関係をを匂わすす。発言をしています本の記述ではトランプ氏がホワイトハウスを去ってからプーチン大統領と複数回の電話をしており今年初めにも少なくとも1回は電話で話していると書いています。 ABC ニュースの記者がこのことについてトランプ氏本人に電話で確認しました。コロナ検査機を送ったたことについても否定しましま 著者のボブ・ウッドワード氏は1970年代に当時のニクソン大統領を辞任に追い込んだウォーターゲート事件をすっぱ抜いた世界的に有名なジャーナリストで残り1か月を切った大統領選ですがこの暴露本の内容はトランプ陣営の痛手になるのかまたは 有権者の心はすでに決まっているのか。大統領選の投票は十一月五日火曜日です。世界中の若者に人気が高い動画共有アプリのティックトックが子どものスマホ依存症や精神的健康への悪影響を助長するとして全米で十四の州が提訴しています。

訴えでは TikTok のアルゴリズムに中毒性があると非難この中毒性により子どもたちがより長い時間スマホを利用しそれが精神障害につながると主張されています Like. Like、SNS にに上げられる動画のの危険行為に刺激を受け子も死亡事故も増えていますニューヨーク市では去年、走行中の地下鉄の外に出る危険な遊びで15歳の少年が死亡。この少年は 自分の動画をこの遊びをするグループの SNS に上げていたことが分かっています they my son 専門家は子どもたちが危険性を理解できるガイドラインを設定するよう親に勧めています general recommendations from the American Academy of Pediatrics. For example, children under 2 should have no screen time. Between 2 and 5, no more than 2 hours of screen time that is monitored by an adult, and then above the age of 5 for all of us, no more than 2 hours of screen time. TikTokは親会社が中国系の会社で中国による情報操作を懸念してバイデン政権が今年4月1年以内の売却を求め 応じなければアメリカ国内での使用を禁止する法案に署名していますこちらも裁判が続いており TikTok のアメリカでの行方が注目されていますそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう